自分のスコップ頭にぶっ込まれて空港の外れにぶっ倒れてた。皮膚って汗とかでテカるだろ。汗の味を舐めればもっと確実にわかるか。俺が私服警官でそれを見ちゃってたら、俺ね、人が本当のことを言ってるかどうかわかるんだ。ほぼ間違いないかな。顔の皮膚って汗とかでテカるだろ。汗の味を舐めればもっと確実にわかるか。スコップ頭にぶっ込まれて空港の外れにぶっ倒れてた。あれじゃあ意識は戻らねえ。渋滞だ。誰がやったのか調べてる。涙目のルカがなぜ空港にいたのかは誰も知らない。ヤツのボスが考えているのはそこじゃない。身内がやられたってことでボスは顔に泥を塗られたと思っている。前に質問する。空港で涙目のルカに会わなかった。こういうこともできるんだ。何だろうとお前の口の中に入れることができるんだぜ。例えば、早く話さないと拷問はさらに続くんだぜ。魂を求め聖者の体を開こうとする。終わらないシネマティックレコード。生前のままに美しく縫合されたろうのように白い肌、たしましく騒ぎ立てることも嘘をつくこともなくなった口。生きていた頃よりずっと美しいだ。最強な連中がこれをどの程度使えるのか見たいっていう。駆られるウサギはどっち。人がかりでそんなものなのかね。小生を変わるんだ。長いこと一緒にやってきたから離れがたくてね、持ち出すのに苦労した。
飲みなよ。俺がこいつらを逮捕したとしても保釈金を払って出てくるだけだ。金を払うのがお礼か裁判所と弁護士かの違いだけだ。クレイジーな野郎だな。証明するためにか。もし今ので死んじまったらどうするつもりだったんだ。だからブチャラティ来てるぞ。ブチャラティ5分前のナランチャからでいいか。ああ、そのくらいでいい。お前と同じだよってやつだ。記憶障害で家まで帰れないってことにしてるが、本当は帰りたくないだけだ。今は家族に顔を合わせづらくてな。殺した。多分生まれた時からこうなんだ。それは進み続けた者にしかわからない。その連れ、地下街で腐るほど見てきたクソ野郎のそれだ。いつまでそれをつけてるつもりだ。クソダメに落ちたらしいな。相変わらずお前は蹴りやすい。拘束する。